はい、大気の器チャンネルです。いやー、フレイル君えらいことになってます。皆さん、たっぷりフレイル君の戦車をご覧ください。はい、もう彼は頭がおかしいです。ドイツ軍4号戦車は、こちらキャタピラザラですね。はい、ドイツ軍4号戦車を作っておられます。いやー、ついにキャタピラが二重になりましたよ。皆さん、どうするんですかこれ。はい、こちら誘導輪らしいです。はい、でこちら駆動輪。はい、ね、まあ誰が言っても分かんないでしょう。はい、どうぞどうぞどうぞ。はい、方針も見てください。皆さん、これ全部粘土です。焼きもんです。プラスチックではございません。いやー、えらいことになってますね。じゃあ先生、はい、顔落ちしませんからね。はい、はい、じゃあ首切ってます。はい、じゃあ一言お願いします。一言、はい、作家として、まあ見て驚いてくれたらそれだけで十分です。ありがとうございます。いただきました。それでは皆さん、フレイルさんの工房でした。今日は訳あって来てます。キャタピラを見ながらさようなら。